今回は2024年9月と11月の京王線高架化状況を全面展望比較で見ていきましょう。このチャンネルでは元駅員のアゼロがノンキルのナレーションとともに駅での便利な乗り換え方法やトリビア、旅行の様子などを週1本程度不定期にお届けしますので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録や通知設定をよろしくお願いします。京王線高架化の概要については別の動画にまとめていますので、ぜひ画面右上のリンクからご覧ください。連続立体交差事業が必要な理由から、完成後の配線図、各駅、駅間の施工順序やその CG、 全面展望も交えて解説しています。変化のあった場所や簡単な説明をつけましたのでご覧ください。ただし当チャンネルのポリシーにより民家についての言及は避けています。視聴者の皆様が気づいた変化はコメントいただけると喜びます。京王線は笹塚駅の先から仙川駅手前までの約 7.2km を高架化し、踏切25箇所を廃止する連続立体交差事業として2030年度の完成を目指して工事が行われています。事業中の連続立体交差としては東京都で最長の工事です。この辺りでは既存高架橋の作り替えと架線柱の仮設化が進んでいます。次の代田橋駅からが高架化される駅となります。一面二線の高架駅となるこの代田橋駅は、仮上り線の工事下駄や仮旅客通路の整備が行われます。今までに上りホームに階段、トイレ、エレベーターの移設が行われており、ホームの仮設化も進んでいます。代田橋駅の先は、主に画面左側に用地を確保して高架化工事を進めます。ここでは、和田堀給水所の用地を狭め、井の頭通りを移設して高架化用地を確保しました。京王高架化インフォメーションによると、2024年度は、この付近と明大前駅横にある高架橋の手前側で新たな高架橋が構築予定となっており、今は高架橋の柱が地上に顔を出し始めています。この明大前駅は2面4線の高架駅となります。明大前駅の周辺はほとんど用地確保が完了していますが、2軒ほど建物が残っています。2022年9月の京王線高架化説明会では、2025年から2026年にまず下り線の全線高架化をし、その後上り線の全線高架化をする予定とのことでした。しかし2024年2月の京王線高架化説明会では、下り線の全線高架化時期は明言を避けた形となりました。この区間では高架橋の柱に囲いができました。ここでも高架橋の柱が地上に顔を出し始めています。次の下高井戸駅は現在線の直上に2面2線の高架駅が設けられます。画面左側に東急世田谷線の駅があります。下高井戸駅のみが現在線の直上に駅が設けられる形となります。この先は再び画面左側に用地を確保して高架化工事を進めます。次の桜上水駅は2面4線と車庫線を2本持つ高架駅となります。工事期間中の仮南口は2023年に解体されたビル付近に設けられます。なんと2008年まで使用されていた地下通路を復活させて、南口と北口を結び、北口側で橋上駅舎に上がれるようにするとのこと。地下通路は現在非常用の貯水施設となっているため、それを移設した上で整備するようです。この付近でも架線柱の仮設化が始まりました。画面右側にある車庫線も高架化されるため、桜上水駅は広大な高架下空間を持つことになります。桜上水駅の先では線路の南北を通り抜けられる道が2本整備されます。次の上北沢駅は1面2線の高架駅となります。代田橋、上北沢、千歳烏山の3駅が高架化されることにより、京王線に残っていた昔ながらの地下駅舎タイプの駅は消滅することとなります。
駅の横に最後まで残っていた信用金庫の解体が終わった様子。これで一番工事の遅れていた上北沢駅の横からは建物がなくなり、意外にも用地確保が完了したようです。次の八幡山駅は近くに環八があることからすでに高架化されています。よって八幡山駅自体は工事が行われませんが、ポイントや線路の位置変更などは行われると思います。駅の引き上げ線は引き続き撤去が進んでおり、野賀公園駅側では既存の高架橋が切り崩されています。撤去後新たな高架橋が構築されます。次の野賀公園駅は2面2線の高架駅となります。野賀公園駅では地下通路を通すために線路の下に工事桁が用意されました。また8月末から上りホームに臨時改札が設けられました。今年度は駅の横とその先で高架橋の構築が行われます。画面左側の境界は12月に移転予定です。次は特急停車駅の千歳烏山駅です。2面4線の高架駅となります。千歳烏山駅の南側では用地確保があまり進んでいないのですが、着工となりました。2023年度末の状態で京王線高架化の全区間における用地取得率は 90% とのことです。この先は千川橋梁掛け替えのため少し特殊な工事順序を踏みます。下り線は他の区間と同じように高架化しますが、上り線は仮の高架橋に移して上下線とも一気に掛け替えるのです。その後上り線は仮の高架橋から本接の高架橋に移します。次は調布です。仮の高架橋を支える仮支柱が現在線の両脇に隣立してきました。柱の出っ張った部分が弧を描くように並んでいますが、この位置が仮高架橋を支える位置になるかと思います。高さや勾配がイメージできますね。矢印をつけた仮支柱が立った位置から画面左側に設けられる下り線の高架橋が千川橋梁すぐ手前の位置で現在線の位置に合流してくることが分かりますね。千川橋梁の架け替えは直上に建設した線路をジャッキダウンして切り替える方式となります。この辺りで事業区間は終了となります。今回は2024年9月と11月の京王線高架化状況を全面展望比較でお届けしました。この後は2024年11月単体の動画をつけています。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。当チャンネルは週1本程度、不定期での投稿なので、お見逃しのないよう、チャンネル登録後は通知設定をお願いします。スマホでの設定方法はこちら。PC ではこの通り。これで新着動画などのお知らせが通知されます。